超党派の日米国会議員連盟のメンバーはアメリカの有力議員であるロイス下院外交委員長らと会談しました。この中で日本側は去年末の安倍総理の靖国神社参拝について総理談話を紹介し、不戦の誓いのためだったなどと説明しました。それに対しロイス委員長からは中国を利することになるのではないかと懸念が示され、理解を得ることはできませんでした。会談では韓国が批判を強めている慰安婦問題や竹島をめぐる問題などについても日本の立場を説明し、今後も日米の連携を強化することで一致しました。